はい、それでは発表させていただきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まず最初に高瀬郵便局での診療開始についてお知らせいたします。和田地区は平成28年に地元医師が閉院後院を閉められた後、医療機関のない地区となっており、地元からも新たな診療体制に対する要望が寄せられておりました。そこで新たな取り組みとして、日本郵便株式会社のご協力をいただき、本年7月から高瀬郵便局を活用した診療を開始いたします。この郵便局を活用した診療の実施は全国初の取り組みとなります。診療は鹿野診療所の長沼医師が行います。長沼医師は平成28年まで和田地区で開業されていた長沼院院長さんの院長先生のお孫さんであり、地元の方はこの度の診療開始にとても大きな期待をされています。それでは概要についてご説明をいたします。今回の取り組みには2つの特徴がございます。1つ目は郵便局のスペースを活用して診療が行われるということです。2つ目は対面診療とオンライン診療を組み合わせて巡回診療を行うということです。対面診療、オンライン診療とも診察は高瀬郵便局内に設けた和田巡回診療所で行います。対面診療は巡回診療所に参りますが、医師が巡回診療所に参りますが、オンライン診療は鹿野診療所にいる医師と巡回診療所を回線でつなぎ、画面を通して診察することになります。オンライン診療において一番の課題であった機器の接続、また使い方については郵便局職員がサポートしてくださいますので、安心して診療を受けられます。なお原則初回の診療は対面診療となりますが、その後の診療については患者さんと相談しながら症状に応じて医師の判断によりオンラインでの診療も可能となります。また薬の処方についても薬局と巡回診療所をオンラインでつなぎ、服薬指導を行った後郵送で患者さんのご自宅へ届けられます。今後和田地区の皆様をはじめ多くの方に巡回診療所を利用していただけるよう、7月16日のオープニングセレモニーの後、第1回目第2回目の診療日となる7月23日と30日は対面診療の日としております。健康に関するご相談や予防接種なども行えますので、多くの方にご利用いただけたらと思います。今後とも地域の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療体制の充実に取り組んでまいります。それでは2件目に参ります。少年の首長コンクール周南大会についてお知らせします。7月は社会を明るくする運動協調月間、青少年の非行被害防止全国協調月間でございます。周南市ではこの取り組みの一環として少年の首長コンクール周南大会と同時開催する第74回社会を明るくする運動青少年非行防止推進周南大会を令和6年7月6日土曜日の朝10時から周南市学び交流プラザ多目的ホールにおいて行います。この大会は昭和63年度に合併前の徳山市で少年の首長コンクールとして始まった歴史ある大会です。小学生や中学生が学校生活や日常生活を通じて考えていることや思いを作文や標語、4コマコミック、
文字デザイン等に込め、文字デザインに込めて大人や同世代に訴えることで青少年に対する理解を深めていただこうというものです。市内小中学生から応募いただいた少年の視聴作文、標語、文字デザイン、4コマコミック、社会を明るくする運動作文の受賞作品の発表及び表彰を行います。なお受賞者のお名前は大会当日に発表させていただきます。また当日の司会進行につきましては桜ヶ丘高校放送部の皆さんにお願いしております。多くの作品の中から感性豊かな素晴らしい作品が受賞しております。ぜひ多くの市民の皆様に子どもたちの思いやメッセージに触れていただきたいと願っております。市民の皆様へのご周知をどうぞよろしくお願いいたします。最後にパパもママも一緒に家族で笑顔、産後のホットタイムの開催についてお知らせいたします。これは初めて育児を行う産後5ヶ月未満のご夫婦が育児の楽しさを感じられるようにリラックスした空間で仲間づくりや専門職員への相談ができる産前産後サポート事業の一つです。これまでの取り組みではお母さんへの支援が中心でしたが、新たにお父さんへの育児支援も行うことで子どもを真ん中に家族みんなで子育てができるようサポートしていくものです。これまでにお父さんから抱っこしても泣いてしまうとか、初めての育児でどうしたらいいかわからない、また子どもが寄ってきてくれないなどの声を多く聞いてきました。そこで育児への思いが高まる産後間もないタイミングでお子さんへの関わり方など基本的な育児を父親も含めてご家族で学んでいただいたり、さまざまな悩みや相談にも保健師や助産師、保育士などの専門職が応じます。今後2ヶ月に1回をめどに定員8から10組で継続していく予定です。今回は砥石市民センターで実施しますが、産後の父親や母親が少しでもリラックスできる空間づくりを意識して皆様の声を伺いながらいろいろな場所やスタイルで開催していきたいと考えております。第1回目はすでに定員に達したため、残念ながら今回は受付終了となりました。今後の開催案内は赤ちゃん訪問時のチラシの配布やホームページへの掲載、子育てアプリでのプッシュ通知、SNS などで情報発信してまいりますので、多くのご家庭に利用していただきたいと思います。また本市では、今回お知らせする取り組みだけでなく、別にお配り、皆様に届いておりますでしょうか、このチラシ。はい。別にお配りしている資料の通り、ずっと、多くの子育て支援を実施しております。これらの施策を広く知っていただくことで本市で子育てを希望する方を増やしていきたいと考えております。また報道の皆様にはぜひこの周南市たくさんこの、妊娠前からずっとこれは幼児期まで書いておりますけど、これずっとこう継続した支援をしておりますので、ぜひいろんな機会に市民の皆さんへ啓発をお願いできたらと思っております。以上3点でございます。